伝わる伝わらないとかもってあると思うんですけど、うん、やっぱ難しいですよね。それは一番難しい。そしてみんなこうある程度乗り慣れた人が大体こうね、うん、そのさっきと早く走りたいとかっていう風になるパターンが多いと思うんですけど、そういう人って頭固くなってたりしませんか？多いです、ね、多分多いです。変な感じで出来上がったんでしょう、ね、ほらでもだってって言う。そうです、ね、でもだってはい、うん、そういう人だと本当に速くなりたいのかなと思うし、うん、自分の知ってることでああこうしたらいいのになと思ってることがあっても教えねえとなる僕の持論としてね、オートバイ速く走らせるのってスピード出すのって多分誰でもできるんですよ、ね、ゆっくり走らせるっていうのはすごく難しくゆっくりですね。そうそうそう、はい、遅いです、はい、で絶対基本ができてないとやれないと思うんです。アクセル開ければ、うん、大したバランスも取らずにまっすぐは走るじゃないですか。そうですね、うん、はい、もう本当に止まるようなスピードでフルロックで定常円を描くとかってやっぱすごく難しいです、はい、そういう練習ができてどうしたらオートバイ操作できるのかを学んでほしいな。ただ回っとくだけじゃ何も変わらんなって、やっぱね、課題が必要する。速く走りたくてタイム良くしたくて行くんだろうけど、タイムばっかり追っかけてわらーって突っ込んでったところでタイムは絶対出らんけん、そうですね、自分が苦手だなと思うところとか練習して最後に今日一日できたかなと思ってアタックしてタイムを見て帰ってくるとか、うん、もう多分ね一生懸命走ってたら何やってるか覚えてないですよ。そうですね、実際タイムが悪かったとしても何が悪かったのか分かんないじゃないですか。あ、確かにですね、うん、でそういう人ほどなんか日によって浮き沈みありそうですね。そう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 、やっぱアマチュアとプロの違いっていうとそういうところ結構大きいのかなって。あ、それこそこれ受け売りですよ。おうおうおう、もうそれこそ 1000cc 乗ってるライダーが毎回練習で 1000cc 乗れるわけではないじゃないですか。確かに今も、ね、プロのライダーでもモタードやったり、うんうん、モトクロスやったりなんかいろんなことやってるでしょ。そうですね、はい、だから本当に受け売りやけどモタードを一生懸命練習して速く乗れるようになってモタードが上手になるだけやけん、うんうん、自分の乗ってるバイクにこうなんかいろいろフィードバックできるような練習をします、課題を持ってって言ってました。なるほど今年ドリームコース行き始めて、はいはい、その岩戸亮介君がモートアードに乗り始めて、はい、でもう目の前で見る機会があって、はい、でその間少し空いてからまた乗りを乗るみたいにしたんですけど、はい、乗り方全然変わってて、1回目がすごいスライドをコントロールしながら進入していったのが、はい、今度立ち上がり重視みたいな感じの走り方を変えてて、なんか何かそこに課題を持ってやってるんじゃないですか。難しいじゃないですか。難しい。そう、やっぱ自分が苦手なとことかを、あ、まあね、一緒に行ってたらこう誰かと比べたらここあんた遅いよみたいな、あ、なんで遅いのかなって考える、うんうん、どこが例えば3コーナーが遅いって言われたからと言われて、うんうんうん、そのまま帰ってきちゃ意味ないってことですよね。そう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 、3コーナー遅いって言われたけどじゃあどこが違ってどう遅いのかっていうところですよね。そうそうそう、そうブレーキがダメなのかアクセル開けるのがダメなのか、はい、それとももうコーナー曲がってるスピードがそもそも遅いのか、はい、うん、ってことです。で、それいろんなアプローチの仕方が多分あると思うんですけどね、はい、まあ、ライダー同士こう例えばね一緒に練習行ってて、はい、早い遅い、俺のどこが遅かったとって、うんうんうん、聞いて、いやこうしたらいっちゃないとかあしたらいっちゃないとかっていう話をできることで気づくことって絶対あると思うんですよね。か誰か教えてくれる人がいなくても、うんうん、仲間同士で話してることによって、はい、いやツッコミの時めちゃめちゃもう追突しそうになるとかだったら、はい、何が悪いのかなって感じ。ブレーキが速すぎるとか、はい、いろいろヒントになるんですね。こうしなさいよって教える人じゃなくても仲間同士でそれは多分、うん、自分たちで解決していけることもいっぱいある、うんうんうん、でまたそれがね楽しい時間だったりするじゃないですか。確かにですね、うん、プロじゃないっちゃけ、うん、まあですね、うんうん、そこが克服できたら、はい、あタイム上がった、確かに、うん、やったってなるし、
そういう考え方が持てて、その一つのサーキットで例えば走ってるとしたらですよ、他のサーキット行ってもその考え方っていうのが通用するのかな。あ、そう、多分そうだと思います。だってあの筑波とか行ったじゃないですか。行きました行きました、はい、そこそこ走れるでしょ。そこそこ、うん、そこそこ行きましたね、うんうん、そこそこ行ったところから、あ、じゃあ何が足んないとか、ここが遅いとかを考えて、またタイムアップできていくじゃないですか、うんうん、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。上田さんみたいなスペシャリストと話させてもらってからですね、めっちゃ教えてくれたんですよ。すごい、今日開拓ねーすって、ね、あの時はありしょったんですけど、プロになるためにやってるとかじゃなくて、自分のやっぱ楽しみでオートバイ乗ってるから、うんはい、楽しくないと。そうですね、せっかくやるんだったら、うん、でも全日本からこうオファーが来るとか呼んでね、声がかかるとかってかっこいいですね。かっこいいですか。かっこいいですよこれもね、本当に人とのつながりです。あ、うん、まあ、ちゃんとやってなきゃいけないっていうのは当たり前で、そこで出会った人たちがこうつまんでくれるんですよ、ちゃんと、ね、こうネットワークの広さの規模が違う。いや、広くなっていくっていうか、あ、うん、そういうところに集まる人、ここにいて仕事してたら絶対知り合えない人たちと、確かに、はい、サーキットの現場では、ね、一回会っただけじゃ喋らんかもしれないけど、あ、顔見たことあるっていうのからやっぱ始まって、2、3回行ったら、はい、中島君って福岡から来たらしいよみたいな、福岡はどこから来たと、はいはいはい、うん、お、年いくつ、あ、俺より下やみたいなそれで仲良くなれれば何かしたいってなった時に、あ、じゃあこの人紹介しましょうかとかっていう広がりもできる、出てくるとは思うんですよ、うまく利用できれば。そうですね、うん、そういうのが、なりたいとか言って、ね、ネットでポチポチ調べるよりも、ね、うん、一回現場に行って、そうそうそう、肌で感じるっていうのが一番大事です。そうですね、うん、地方戦と九州選手権と全日本じゃやっぱピットの雰囲気って違ったでしょ。違うですよ全然、うんうん、あれを肌で感じれると、ちょっとこう考え方って変わると思うんですよ、ね、うん、自分が選手権、九州選手権走ってる、はい、全日本のピットちょっと中入れてもらって見る機会があったとしたら、うん、あ、こんなせないかとか、あ、真似でもいい。なるほど、うん、真似でもいいし、はいはい、あ、なんでやりよっちゃろこんなこととか、あ、はたまた、あ、意外とこんなもんでいいのかなみたいなのもあると思うんですよ実際見に行くっていうのはもう現場見るっていうのが一番勉強にもなるし刺激にもなるし、はい、全日本でそのスポットまでやったら、うん、結構ある程度の人いけるのかな、本気でやれば取り組めば、あ、いけると、今のレベルでいくといけますよね、九州選手権なんかだと、うん、そこから先そのシーズン通して各、うん、でポイントで戦い続けるってなると、うん、またさらに敷居が高くなると思う。高いっていうかもうお金の問題ですよね。あ、うん、個人でできるスポーツやけん、個人っていうか、うん、まあ、個人のチームっていうかプライベートで、そうですね、確かに、中島くん走る、僕メカニックでついていく、2人で行ってできるんですよ。おお、トラック買ってね、バイク揃えてねスペアパーツ揃えてね、じゃあ それをプロって呼ぶかって言うとまた、うん、ね、それ言ってもうただ浪費するだけでしょ、難しいです、ね、一線にもならん、はい、うん、それに対してじゃあスポンサー集めるって言ったって発信力、はい、影響力っていうのがなければ、企業なんか、そうですね、うん、じゃあ何人集めれるとっていう話になるじゃないですか。確かに、うん、で歌手の人なんかね、あ、1個のホールを満員に1人でするんですよ。そうですね、コンサートとかで。あ、今のプロライダーって言われてる人が、あ、確かに福岡サンパレスで公演しますっつって満員になるかな。あ、そうですね、うん、ね、今動画の配信とかでも、はい、まあ、来年はなんかいろいろそういう企画があるっていう話を聞いたけど、うん、はい、まあ、動画で見て、あ、すごいなってって例えば思ったら、うん、はい、絶対現場に足運んでもらいたいですよね。そうですね、うん、
いやでもそれこそね、ね、レース始めたいって でもなんかようわからんっていう人なあ、うん、もうぜひうち来てもらってもいいし、意外とツンケンしとるね最初はね。そう本当に思ってる子だったら全然、うん、ちゃんと、うん、自分の知ってることを、とか教えれることを、もう本気で聞きたいと思えば、はい、ちゃんと自分の分かる範囲では誠心誠意教えます。いや本当今日はありがとうございます。いやありがとうございました。また遊びに来ますので、はい、楽しかったです。よろしくお願いします。これ続けましょう。